アンナモニカ・ピアホン・ザクセンは、最後のザクセン王、フリードリヒ・アウグスト3世の末娘。1902年12月9日に、ドレスン宮廷を出本したザクセン王太子妃、ルイーゼが、5ヶ月後に、東留先のリンダウで出産した女児がアンナだった。王太子夫妻は1903年2月11日に、ザクセン王、ゲオルクの布告によって、法的に離婚していた。 しかし生まれたジョジのジップが王太子かどうかを検査するために医師が派遣され、検分の後ジョジの父親は王太子だと判断した。この初見に基づき、1903年7月13日、ザクセン王は王太子妃に対し、年金の給を条件にジョジを手放して、ドレスデンの王宮で養育させることを要求したが、王太子妃は要求を拒んだ。出奔直後、 王太子妃は子供たちのフランス語教師で愛人関係にあったアンドレ・ジロンとジュネーブで公然と同棲していたが、1903年2月上旬に関係を解消している。アンナのジップはジロンだとする説もある。王太子妃は1904年10月より、ザクセン王となっていた元夫、フリードリヒ・アウグスト・三世と交渉し、3万ないし4万。 マルクの時短金と引き換えに娘を引き渡そうとするが、直前になって本意し再度拒否する。王太子妃が作曲家、エンリコトセリと再婚するに及び、1907年10月26日、ついにアンナは母親と離別してドレス伝宮廷に引き取られ、父、フリードリヒアウグスト3世の手元で5人のケ子と一緒に生活し、王女として育てられることになった。 この時すでに4歳半になっていた。1924年10月4日、ジビルノルトにおいて、ハプスブルク家のハンガリー文家の死主ヨーゼフ,フ・フランツ、大公と結婚し、間に8人の子女を設けた。大公夫妻は、戦艦機ブダペストの上流者公会において、旧王朝を代表する品格として名誉ある扱いを受けていた。宣伝された。 社交術や立ち振る舞いを賞賛されていたにもかかわらず、夫妻には社交界の祭事に遅刻する悪癖があり、そのことで不評を買っていたようである。大公一家は1944年にハンガリーを出国し、第二次世界大戦後は西側諸国で亡命生活を送った。1957年に夫大公と死別する。1972年、アメリカ人。 レジナルドカザンジャンと再婚したが、4年後に没した。ありがとうございます。